今ちょっと怪しいと思ってるのが、はい、モーリーなんですよ。モーリーって、まあ、まずなんであんなに言ったらオカマの格好してるのか分かってないんですよね、はい、巨人族のオカマっていう。でまたインペルダウンのレベル 5.5 を作ったのはモーリーなんですけど、それはイワンコフは知らない設定になってるんですよ。 SBS で100年前にとある事件がきっかけで入れられたんだけども、お仕置きで作って、でもそのことはイワンコフは知らないんですっていう SBS のコメントなんですよ、はいはい、で100年前のちょっとした事件みたいな感じで書いてあるんですけど、はい、巨人族が関わってる100年前の事件とかすごいのがありそうで、スパイかどうかわかんないんですけど、怪しい、なんかあるなっていう感じはするんですよね。え、俺それで言ったらカラスが怪しいんじゃねえかっていうこと。あ、カラスも怪しいな。このチャンネルでは北欧神話とワンピースのつながり結構話すんですけど、オーディンがイム様だと仮定するなら、オーディンって世界の情報を得てたんですよ。どうやって得てたかっていうと、はいはい、プギンとムニンっていう2匹のカラスを使って情報を得てたっていうのがあるんで、そうなってくると、カラスってたくさんカラス出すじゃないですか、はい、だけど昔の描写では革命軍の施設バルティゴの時は木に2羽のカラスなんですよ確か。プギンとムニンですよ。